緑のロゴマークザビッグと坂店の出店許可、照明緑はかつて広島県を営業区域としていたスーパーマーケット。1986年にジャスコが資本参加し、その後の事業再編で現在はマックスバリュー西日本になっている。イオンの営業形態の一つザビッグは緑の業態変更から始まっている。緑は 1964年9月に設立された。1971年11月には、泉とフランチャイズ契約を結び、旧来運営していた大竹店を増唱し、ニュー、泉の称号で営業を開始。泉が40%出資し、技術や営業指導、商品の供給を行っていた。また、緑は、売上げの1%を泉に収める契約だった。また、 社名についても、ニューイズミに改め、1975年10月には、土佐店を開業していた。しかし、1976年7月に、同年8月末でのフランチャイズ契約解消を発表。土佐店が開業し売り上げが増加し、さらには、同年11月のかや店、船越店開業に伴う、ロイヤリティ支払いの負担増。 自力がついたことでの独立などが理由として報じられた。出資株式については持ち株交換で生産された。フランチャイズ解消後は旧来の緑に戻し1975年から1980年にかけて新規ジャスコが資本参加する1986年時点で15店舗を運営する地場中堅スーパーマーケットに成長していた。 しかし、地場産業の不振と消費不振で業績は低迷。積極的な投資が裏目に出たことで、1986年2月期で赤字に転落した。経営不振の原因を構造的なものと判断。当時の産業ジャスコ会長の仲介で、1986年12月12日に全面的な業務提携を行った。提携内容は4000万円の 第三者割当増資を行い、すべてをジャスコが引き受けることで、ジャスコが25%の株式を所有。ジャスコより、取締役管理本部長の派遣及び、採用ジャスコより、代表取締役社長の派遣。ジャスコ本部の情報、人材教育、店舗開発システムの活用。商品供給や採用ジャスコと共同でキャンペーンを行うなどした。 1989年に、粗利益率を3分の1かつ、商品の回転率を高めた、新業態ザビックを開発。岩国店の転換を皮切りに、既存店の閉鎖及びザビックへの業態変換を行い、1991年12月までに、全12店を転換した。その後、1992年から1993年に、三洋ジャスコより3店舗を、 営業上とザビックに転換した。1994年より新店設置を再開、企業再生を果たした。1998年にマックスバリューの展開を開始。1999年に山陽ウェルマートと合併して、山陽マックスバリューに社名変更した。2000年8月にマックスバリュー西日本と合併した。以下のリストは、 1986年の定刑事に基づく。ありがとうございます。